はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。今日はね、僕がやっとの思いで買いに行くことができたアマニ油と MCT オイルを紹介してと飲んでみての感想をねお話しします。5月13日にですね、動画を撮り終わった後の夕方のですね、やっとの思いでね、重たい腰を上げてですね、近所のスーパーに買いに行きました。それがこちらでございます。日清アマニ油でございます。日清アマニ油ね、フレッシュキープボトルですね、小さじ1杯でね、1日のオメガ3を含みます。一番搾りを丁寧に仕上げた癖のないさっぱりした風味なので、そのまま飲むのはもちろん毎日食卓で料理にかけて楽しめます。そしてね、続きましてね、こちらでございます。見えるかな、ココ MCT オイル、ココ MCT オイルでございます。こちらはですね、 100% ココナッツ由来でね、添加物、化学的工程を一切使わないで作ったナチュラルでベーシックな MCT オイルでございます。で、調べたところによりますとね、その1日の始まりに飲めばいいと書いてあったので、次の日の朝ね、14日のね朝から、小さじ1杯ずつ飲んでます。こっちもね、アマニ油とね、このアマニ油と MCT オイルをね、ほんまにこの小さじにちょっと出して飲んで、スプーン出して飲んで、これもね、ちょっと出して飲んでます。ね、ちょっと置いときますけど、頭だけ出しときましょうかね。では、その分量っていうのはね、まだね、後ほどね、ちゃんと説明しますんでね、まあ、そのままサラダにかけるでもなくね、納豆に入れるでもなくね、ほんまにそのまま飲んでるんですよ。ほんでね、その、アマニ油も MCT オイルもね、実はね、その病気する前、白血病する前からね、実はね、それはね、知ってたんですよ、僕ね。まあね、一応美容師なんで、僕も美容師なんでね、その美を追求するものとして、まあ、美容と健康というのね、の知識っていうのはね、身につけておくのもね、一つのね、お仕事やったんでね、まあ、タニタ式とか特報とかシリコンバレー式とかあるじゃないですか、そんなのといった、まあ、美食に関してはですね、一度はね、目を通していました。それをね、続けている日々もありましたけどもね、続かない日々もね、ありましたね。どんなジャンルでもね、その言えることなんですけども、その予告なしにこういうのって不定期的に、ね、新しくなるじゃないですか。で、そういった美容と健康に、ね、関する情報というのはですね、まあ、新しくなるたびにね、取り入れないと意識がね、ちょっと薄れていってしまうんですよね。まあ、そんな意識が薄れていく中でもですね、まあ、その頃に勉強して取り入れていたね、その情報の中にですね、このアマニ油と、MCT オイルっていうのは情報はねちゃんとありました。でアマニ油というのはですね、アマ科のね植物のね種子からね吸収された油のことです。特徴はね、人間が体内で生成できない、ね、できずにですね、人間の体で作られないんですよ。で食品から摂取が必要なとなるオメガ3脂肪酸を、豊富に含んでいるということです。オメガ3っていうのはですね、1日ね 2g 摂るといいとされてます。これはね、ほんまティースプーン1杯ぐらいのね、量です。加熱に弱いのね、そのまま飲みましょう。サラダにピャッとかけたりねして飲むのがねいいですよ。で常温ではね、液体で安定性が低くですね、酸化しやすいね脂肪酸です。アレルギー性疾患をね改善してくれてね、脳細胞をね活性化する一方、血液をサラサラにしてくれて、動脈硬化、脳梗塞、心筋梗塞、高血圧などの予防に効果があると言われています。オメガ3脂肪酸を多く摂ることでですね、細胞膜はね柔軟になります。でそれによって血管もしなやかになり、血液がスムーズに流れて病気の予防につながります。また細胞が柔らかいとね、肌もふっくらして弾力を保ってくれてですね、栄養素をねスムーズに取り込むことができるためにですね、細胞はますます元気になり、美肌につながるのです。続きましてね、 MCT オイル、こちらですね、こちらの MCT オイルでございますよ。ココナッツやパームの種子などのヤシ科の植物に含まれる中鎖脂肪酸という天然成分のみを取り出したオイルです。一般的なね植物油脂とね比較して消化吸収が早くてですね、代謝経路が異なるためにですね、効率よく分解されてエネルギーとなってくれて、脂肪として蓄積されにくいことが特徴です。ね、すごいですねこれね。このためですね、 MCT オイルというのはですね、胃もたれを起こしにくく、食が細い高齢者のね低栄養対策に最適な油です。
まあ、一度にたくさんというよりは毎食時にね、またはね少し小腹が空いた時などに感じたらですね、スプーン1杯、5ミリから15ミリリットルを食事にかけたりね、ピアッとかけたりね、豆乳やねミルクコーヒーなどにね飲み物にも入れてこまめに摂取することがおすすめです。空腹を抑えて余分な間食を防止できます。通常の油よりもね、約4倍早くね消化吸収してくれてね、エネルギーになってくれるので体脂肪としてためずにエネルギーをしっかりね採取できます。まあ、トレーニング前にはね食事に混ぜたりとか、プロテインに入れたりスムージーに混ぜるなどのね摂取がねおすすめです。そして脳のエネルギー源としても注目されています。人間の脳はですね、通常ご飯やパンなどに含まれる糖質がね分解されてブドウ糖を脳のエネルギーとして使っています。しかしですね、このブドウ糖をねうまく脳に取り込むことができなくなるとですね、認知機能の低下につながるなどではとね言われています。通常脳のエネルギー源としてですね利用されるのはこのブドウ糖なんですけども、絶食時とかねご飯食べてない時っていうのとか、長い睡眠などの時はねブドウ糖がね枯渇するとですね、ブドウ糖に関するエネルギー源としてね脂質が分解されたケトン体が利用されます。このケトン体はですね、大切な脳に栄養を運ぶ血管血液脳関門をね通過してですね継続的にエネルギーとして働きます。このケトン体を生成するために効率的と言われている脂肪が中鎖脂肪酸、つまり MCT オイルなんですよ。これね、MCT オイル。で、一般的な油と比較するとですね、まあ、同じ量でも約10倍もですね、多くのケトン体が作られるとね、研究結果もあります。まあ、といった感じがですね、このアマニ油と MCT オイルでございます。まあ、人によってね効果は本当に様々ですけどもね、体に良さそうですよね。まあ、しかしね、体に良いものとはいえでもね、やっぱり取りすぎはねよくありません。まあ、バランスを考えてね、各社各企業各医療機関などね、推奨しているね分量ぐらいでね摂取することをね本当にお勧めします。まあ、体にいいと言ってもね、まあ、油っちゃ油なんでね、まあ、ほんまに過剰に摂りすぎたりとか、まあ、せえへんと思いますけどね、ラッパ飲みなんてしたらね、このまま胸ガーって飲んでしまったりするとね、もう本当に過剰摂取になるんでね、やめてくださいね、本当にね。まあ、僕の動画見てくれてる人はそんな人はいないと思いますけども。ほんでね、味に関してはですね、この甘み油はね、少しね、香りがあるかなっていうぐらいですね。で、まあ、MCT オイルは、ほんまに無色、無味無臭。無味無臭と言われているくらいなので、ほんまに何も気になりませんでした。しかしね、両方ともやっぱ油なので、口当たりはね、めっちゃね、油です。油ばっかりですよね。いや、油なんですよ。油飲んでんすからね、口当たりは油ですよ。それをね、まろやかという人もいればですね、まあ、喉、油が通ったね、喉のところをね、膜が張ったような感じっていう、風に表現される方もいますけどもね、まあ、それはねそれぞれなんでね、お試しください。まあ、個人的な意見を言いますとですね、ほんまに僕はですね、味もね口当たりもね楽勝でした。まあ、むしろ今僕の口の中っていうのはですね、粘膜障害と味覚障害でね、まあ、ずっと乾燥してるんで、そのね口内炎もあるし、舌もずっと麻痺というかピリピリしてるんですよ。だからね、このぐらいの油分っていうのはね欲しかったぐらいなんで、ほんまにねちょうど良かったですわ。飲んだ瞬間が一番最適なんですよ。もっと飲みたいぐらいなんですけどね、でもね小さじ1杯ずつぐらいがねちょうどええって言われてるんでね、もうちょっと我慢してます。美味しく感じてるんかなって思うんですよ、自分でね。まあ、といった感じでですね、今日はね近所のスーパーで手に入れることができるアマニ油と MCT オイルの紹介と感想のお話でした。ね、アマニ油もね MCT オイルもね、まあ種類と言いますか、そのブランドやね原産地とか、まあ、オーガニックとかねこだわったらええんですけども、ネットの時代やからこそすぐ手に入るんですけども、まあとりあえずね身近なところで手に入れれたらちょっとこいつらをね飲んでいきますわ、僕はとりあえずね。まあ一日ねほんまに小さじ1杯でいけるので、1杯ずつでいけるので、まあ、このまま頑張って飲み続けていきます。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。